What's up guys? ケントです。サトです。ということでね、今回は、はい、ケントが今着てるこのネイティブアメリカン柄とか、うん、ここにあるね、ウールシャツとかで人気の高い、うん、ペンドルトンについて紹介したいと思います。はい。はい、ということでね、まずそのペンドルトンっていうのはどのようなブランドかというと、はい、そのアメリカのオレゴン州発祥のブランドで、うん、その150年ぐらいね、その歴史があるその古いブランドなんですけど、うん、でその創業当初より、うん、そのネイティブアメリカンにそのブランケットなどを作ってて、その一緒にね、ネイティブアメリカンと過ごしたりする中で、うん、そのデザインとか学んで、その最新技術を使ってね、そのブランケットにそのデザインを転換するなどしてね、その今でもそのネイティブ柄とかそういうものをね、ウールなどを使って、商品をね、展開しているブランドになります。今ではそのコットンなどを使ったね、こういうタオルなどの商品もあるんですけど、まあ、基本的にはね、そのウールを使った商品を展開しています。で、最近ではね、その高機能な化学繊維とかあるじゃん。そうだね、今はポリエステルとか、ね、そうあるよね。でもそのウールにこだわってて、ちょっとウールってなんか古臭い感じもすると思うんだけど、うん、そのウールを使ってるからこそのその特徴というか良さっていうのがあるので、うん、それをね紹介したいと思います。はい。そのペンドルトン の, そのウールっていうのは、うん、そのバージンウールっていうものが使われてて、そのバージンウールっていうのは今までね、一度も毛を刈られてない、毛を刈られたことがない羊から取れる、その羊のね、一生の中で一度しか取れない貴重な素材なんですよね。ああ、それは普通のウールとは違うの？2回目以降に刈られたその羊の毛、ウールとは違って、肌触りとかがめちゃくちゃ良くて柔らかいんですね。でしかもその防水性とか逆に保湿性にも優れてる素材なんです。またそのバージンウールで作ったそのシャツっていうのは一生着れるって言われるぐらい丈夫とも言われています。うん。今回紹介するのは新品の現行のペンドルトンじゃなくて古着のペンドルトンの良さを紹介したいと思います。はい。その理由として、まあ、多くの、ね、このペンドルトンの古着とかは、うん、そのここからタグから見える通り、その 100% バージンウール使ってて、その値段もね5000円前後で買えます。だけど現行のね商品はその、まあ、ウールとかコットンとかも使ってるやつもあって、その高いやつだったらねウール使ってるんだけど、その高いやつだったら、まあ、2、3万とかしちゃうんで、その古着とかはねやっぱおすすめです。はい。ではね、このペンドルトンの、自分持ってるペンドルトンをちょっと紹介していきたいと思います。はい。はい、ではね、このねペンドルトンの2枚のシャツ紹介していくんですけど、でこれが多分ねみんなが見たことあると思う、あの古着屋でよくある青いタグなんですけど、まあ、下にこの 100% バージンウールって書いてあります。でこっちは白タグで1970年代だったんですけど、これ多分アメリカで5年前ぐらいに買ったやつなんですけど、まあ、そっからずっと着てて、まあ、普通に洗濯とかしてるんですけど全然ね生地がダメにならなくて、まあ、洗うたびになんか着込んでる感じになってめちゃめちゃいいです。こんな感じです。で実はね、これ自分が着てる今ジャケットもペンドルトンで、このタグのとこ見てわかるんですけど、多分70年代でこのポートランドオレゴンって書いてあって、このポートランドオレゴンのね古着屋で購入しました。これでこれはウール 80% で、まあコット 20% 入ってるんですけど、すごいね生地がね分厚くていい感じです。でまあ、先ほども言いましたこのネイティブアメリカン柄で、このボタンもねすごい可愛くて、サンダーバード可愛くておすすめの商品です。でこれ、まあ、1枚ねこれ羽織っただけですごい存在感出るんで、ね、これだけで着飾らなくてもこれだけね羽織ってるからなんかかっこいいです。はい、ということでね、ペンドルトンの話してきたんですけど、はい、まあこのさ、さっき言ってたけどこれ70年代のやつじゃん、うん、なのに全然さ、なんかもう見た目っていうか、なんていうの、よれてないし、めちゃくちゃ丈夫だよね、うん、だから、ペンドルトンのね、いいとこはまずウール 100% 使ってるから、うん、生地が丈夫、うん、で、生地が丈夫だし、その今ね化学繊維とかってその買った時がさ一番ベストじゃん、買ってどんどんね着込んでいくうちにダメになっちゃうじゃん、うん、だけどこれはウール 100% でその逆にね着込んでいくうちに、うん、その
風合いが出るっていう、着込め着込むほどいい感じになるし、だからおすすめです。でペンドルトンってさ、そのこのネイティブ柄のそのブランケットさ結構有名じゃん。であれってさ、ほんと部屋にさ1個置いただけで存在感っていうかもうおしゃれになるじゃん。だからまあ家庭にね1個買ってもいいと思います、はい、でまあそれがね嫌だった、嫌だっていうかまあ結構うるさいなっていう人はこういう風にね結構シンプルなそのペンドルトンのそのブランケットもあるんでチェックしてみてください、はい。でしかもこのペンドルトン のシャツとかはもう色とかさ、うん、もう柄結構いろいろ種類あるから、うん、で古着屋とか行ってさ自分の好きな柄のとか探してもいいと思います、うん、でまあ古着屋結構さ、うん、いろんなのあるしね、結構数とかあるから、その古着屋でね巡ってみてその自分のいい色だったり形だったりね見つけてもいいと思います。あとこれからの季節ね、うん、その春とか、うんまあ、秋とかもねその1枚羽織るだけでウールだからあったかいからね、めっちゃいいと思います。そうね、普通のねシャツとかあったらさ結構なんかさ保温性がないじゃん。だけどこれさウールだから結構あったかいんですよ、うん、だからねまあ1着は持ってもいいと思います。はい、ほんとおすすめね。ネイティブ柄もかっこいいし、こういうのそう、こういうの逆にあれだよね、人と被んないからね、ネイティブ柄とか、うん、絶対いいよね。だからねかっこいいと思います。はい、ではね話してきたんですけど、あペンドルトンね良さ伝わったかな。伝わったんじゃない。伝わってたら嬉しいね本当に1枚持っとくと、うん、いろんなところでね活躍できるから中にも消えるし1枚でもいいし、うん、すごいいいと思います、うん、普段古着とか、まあ、レッドウィングとかはねアメリカン語だって話してるんで、うん、よかったらチェックしてみてください。であとチャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。